ウォーレスブロッカーはアメリカ合衆国の地球科学者である。熱と塩分により決定される海水の密度による地球規模の海洋循環である熱塩循環について1980年代に発表したことで知られる。1975年にクライメートチェンジ Are We on the b ブ、i n k of A Pronounced Global Warming という論文を発表し、 地球温暖化という用語を一般的なものとした。シカゴに生まれた。コロンビア大学で学んだ。1959年にコロンビア大学の助教授。1964年に教授となった。コロンビア大学のラモント地質学観測所で、モーリス・ユーイングとワルター・ブヒャーと共に働いた。海水中や深海底の物質に含まれる。 放射性炭素同位体を測定する技術を開発し、海洋中の二酸化炭素の挙動について研究し、気候変動のメカニズムについて明らかにした。W ブロッカー史死去、地球温暖化広めた、学者日本経済新聞、2019年2月19日、ブロッカー、WS、クライマティックチェンジ、ア r ウィ e オンザブリン r i エープロナウンスドグローバルウォーミング。サイエンス189-460-463ビブコド1975歳189-460バイトドイ10.1126サイエンス 189.4201-460http ブロックス A コロンビア edu ファイルズ2009-10 ブロカーグロブルワーミング 75PDF ありがとうございます。